どこに行く気じゃ。寝る。ではラグナロクが今夜を祈りながら策もなしに突き進み続けると、そういうことか。クレイトス、大丈夫？父上は準備万端みたいね。それじゃ行く？おこりんぼさん、こっち。ほら、波がとっても穏やかでしょ。父上とよくこの川を下るの。いつかあなたにも教えてあげましょうね。あなたが今住むこの森はね、水がれず一美しい森なのよ。とっても平和で穏やかな場所。遊び場もたくさん。他には何もいらないくらい。もうすぐ父上と出会った場所に着くわ。危うく殺し合うところだった。でも父上も丸くなったわ。
少しはね。あなたには全然感情を見せたがらないけれど、言葉を教えるのは私の役目ね。狩りを教えるのは父上。それも私の役目かしら。父上が得意なのはうなることだけだし。息子に何か言ってあげて。何を言えというのだ。何でも声を聞かせて知ってもらうの。私のことなど知らぬ方がマシだ。知識は重荷ではないわ。まさか無敵の戦の神が我が子を怖がるなんて。我が子が怖いわけではない。案じているのだ。無垢な子。過去の過ちにとらわれてはダメ。人は変われるわ。成長しなければ。アトレウスは皆の希望。お願いよ、クレイトス。息子を守ってあげて。壁に恨みでもあんのか。心を落ち着けてるんだ。父上から教わった。成果は？まだない。それなんか意味あんのか。感情を制御したいんだ。ヘイムダルが突っかかってきても乗せられないように。スルーズだ。私抜きで稽古？稽古？稽古したらまずいんじゃないか？
稽古するのはいいことだけど、お母さんが怒るだろう。まあね、でも余計なおせっかい。だな、痛くないぞ、ちっともな、うん、ねえ、おじい様が来いって。ああ、主審ね。そんじゃこれやるよ、持ってけ。それと、シム様によろしく伝えてくれよな。んじゃあ、アトレース、またな、スルーズ。じゃな、スルーズ。水ガルズの子って変わってる。変なのも悪くないよ。あんたたち、ほんと変。それ何？牛乳、母様の好物なんだ。おじい様は書斎、また会える？